次の夜空そこか。
Sky, so
周波数があるんですけど、442で他の曲をやってて、440でこの恋は流星やってたんですけど、442にしてやったらね、なんかすっごい丸気に聞こえるんですよね。なんかその周波数によってなんか多分曲の相性とかあるんだなって、すごい。この他の曲もね、なんか自分の曲でもなんだか妙に合わない曲とかがあって、面白いなと思いました。なんかね、デジタルとかだとどのぐらい表現できるんだろうなっていうのは思いますけど、でもデジタルでもちゃんと違いますね、やっぱり。最近一番、新しい曲をやりたいと思います。先月披露した曲です。お待たせしました。じゃあメロディーです。手を伸ばして届
Thank you.
生まれ変わったんだ。二人は夜中のキャンディ風のセラファンに包まれて、すぐとする